はい、どうもこんにちは。フーズフューチャーディレクターの十字山田です。今回もミャンマーの旅をお届けしたいと思います。今回はミャンマー第5の都市タウンジーです。タウンジーにいるのに東京カフェ、変な気分ですね。こちらは本当に山の上にあるところなので、山岳民族が多く暮らしているところです。どんな旅になるんでしょう。それではご覧ください。どうぞ。こちらがタウンジーに行くために使う空港です。 A がヤンゴン、 B がヘホですね。こんなに離れてるんです。タウンジー、皆さん長袖で厚着してますよね。それもそのはず、結構涼しいです。おー、すげえ。タクシーに乗って中心街に行きます。わ、すげえ、あんなに人が乗ってる。景色も綺麗ですね。だんだん街が見えてきました。こちらがタウンジーです。ホテルの目の前から撮った映像ですね。ここにはいろいろな屋台やお店があります。はい、あそこがメインストリートですね。じゃあちょっと行ってみたいと思います。少し渋滞してますね。ちょっと路地裏に行ってみましょう。こちらは住宅街ですね。住宅街なんですね。空が青くてとても天気がいいですね。この家は結構おしゃれですね。日差しが当たるとちょっと暑いですけど、ただ日陰に行くと涼しいですね。すごいなこれ。ここはミャンマーのタウンジーです。くどいようですが、ここはミャンマーのタウンジーです。街の雰囲気はこんな感じですね。私は今信号を急いで渡っています。ここが市場です。ここはヤンゴンとは雰囲気が違います。皆様が着ている服を見ると山岳民族だなぁと思いますね。この市場では野菜や果物、また香辛料も売っています。カラフルでとても綺麗ですね。夕方になりました。私は最初見た時、彼らが何をやっているのか分かりませんでした。ミャンマー人に聞いたら、これは仏教の朗読をしているとのこと。皆さんが安全に幸せに
過ごせるように願っているとのことです。このイベントは1年に6回くらい行うそうです。この時間は本当に大切ですね。こちらで夕食を食べます。あそこに入っている具材の中から選ぶようです。私は野菜炒めを選びました。これはどこの国に行っても美味しいですから。これはスープです。かなり辛い中華スープのような味がします。これは美味しそうですね。私は野菜が大好きです。日本の野菜の味とは少し違いますが、美味しいですね。これは焼き鳥みたいですね。これを甘いタレにつけて食べます。店の雰囲気もいいですね。地元の人たちがたくさん集っている、そんなところなんでしょうね。さあ、会計。1230円、ちょっと高かったですね。まあいいや。いかがでしたか。タウンジとてもいいところでした。それではまたお会いしましょう。さよなら。